くじぼうにのりたです。ということで9試合連続現地生活やってきました。1日目マツダスタジアムということでね、今日はジャイアンツさんの直樹の今日から3レースね見ていきたいと思います。打球でね、この今日はレッドアイブラックレッド、はい、絶対勝つぞ。はい、ということでね、注目選手、まずカープは末兼、去年の対ジャイアンツは3割4分4厘、得点圏は3割7分5厘、ホームラン11本中6本がジャイアンツ戦だったという末兼に期待しつつ、大瀬良打率3割8厘、今シーズン戸郷5打数4安打、打率8割の高吉に期待しつつ、見ていきたいと思います。続いてジャイアンツ得点圏打率3割1分3厘カープ戦3割3分3厘のカープキラーカープキラー上手に気をつけつ試合連続ヒット戸郷登板に3割4分6厘の直樹投手間に気をつけつ見ていきたいと思います。小園さん、うちの4番小園さん一本ノー小園ノー小園ノーおいおい海徳フェア海徳チャンス強すぎる。最高や海徳フェア得点圏はヨーロッパリーリーグトップチャンスに強すぎる。そしてジャイアンツの得点圏も6割6分7厘とジャイアンツキラーの海徳戸郷に対してのガルフなり戸郷キラーでもあるわっしゃいわっしゃいカイトわっしゃいわっしゃいバザイバザイバザイグッチョブや最高や戸郷のカイトカイトくん頼りになりますわ。はい頑張れー！アキサイポーン！前ろ前ろ秋山痛ない。やってるやってるやばいやってる。待て。イエス。はい。やってる。おい。やってないかどうした。耐えたー。なんとか耐えたー。グッジョブ。伏線になんないといいな。あサガクラ弁当とアライ弁当今日も会心の一撃捉えただけこっちハンバーグかな。こっちはチャーハンと唐揚げ。うまそう。いただきます。怒られるからこのチャンネル。いただきます。カレーピラフだ。うまい。唐揚げ。キッズ、応援しといてくれ。シンプルマンちょっと辛いな。あーらあやこれだ。あれあれあれ今日2安打じゃないの。嬉しいよ。調子がいいですね。4試合連続ヒット。もみじまんじゅうを代表したしっとり甘いうまっ。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。アポニッキカープカープカープ広島広島
カトヨウカトヨウグッバイヨステイグッバイヨステイどうもやちごしっくりちょうケベロビエカタダさあ我らと行こうおいえなじゅみゃー素晴らしいじゃあ大寺さんもねこれで認証が栗林さんも合うしやんぜ世界もしまうしやさぎで最後やーよーやったー広島遠征10試合連続現地生活1位で勝利やナイスもう大寺なら許しますわ風船大寺カープはカシカシカチボゾイボゾイボゾイ初回2アウト3塁のチャンスでしたがあの場面はどんな思いで打席に入ったんですか大地さんに毎日言われるので打たないとなと思いながら入りました大地くん積み出されていきたいなと思いますあとあの校内連携とバント練習しっかりやっておきます巨人が1位なんで、全部勝って切り返したいと思います頑張りますね、試合の方はまずは初回チャンスを作ってバッターは海斗くんタイムリーで先制とライスや海斗くんチャンスに強すぎる海斗くん得点入れるとやわらかい強すぎるってチャンスにジャイアンツ戦の得点圏も6割6分7厘とジャイアンツキラーさらに総合タイトルも6割6分7厘と総合キラーエースキラーでもある海斗くんがここでデイデイタイムリーと新たな息吹を注ぎ込めセザウトップ走れぶち切れそうなった試合は4回ランナー1塁3塁のチャンスでバッター秋山セカンドゴロの間に1点と追加ってこの秋山5月打率3割1分そしてマスターでも3割1分とここ最近調子がいい地元に強い秋山のセカンドゴロでいって秋さんお前とどうでもいいなんだよ秋の力見せろ吠えろ放って虹の多い砕球英語を使う先発の大瀬良を6回投げて無失点のピッチング素晴らしいでもねピンチもね何回かあってもう本当に自身のエラーでね招いたピンチとかもあったんだけれどもしっかりと抑えていくこれで今季は2勝目でも防御率もね1点台だしもっと勝っていいんだけどねまあまず2勝目ってことで今年こそ2桁勝利してほしいなと思いますいいとすぎますでさらに7回は矢崎が攻めてねで8回は島地そして9回は栗林と素晴らしい継投無失点リレーで勝ったという今日の試合ねいやー本当に最高でした、でね明日も現地観戦なので、もし見かけた方声かけてくださいということで今回この日今日も一日お疲れ様でした明日はタオル回させてしかけた勝負の舞台恐れずに進め